ここはあの JTホールの西口です。今ここから立花 N 国総投手の施設が始まったんですけど、見たところ100人ぐらいもいますね。今始まったばかりです。はい、あの、電話ください。あの、チーズ発表です。はい。電話いただければ出てきます。あの、一回シールの番号、電話ください。電話、あの、シールよかったら差し上げていただいて。はい。シールの番号をかけていただければ出てきます。ね、今日は、あの、NHK ぶっ壊すってね、こんな楽しいことがないんですけどね。間違いなく今年の流行語大賞なのに、多分これが、ね、選ばれないというか、ノミネートすらされないというね、マスコミ、なかなか面白いですね。まあ、ここまでやるとね、もうマスコミがいかに YouTube を怖がっているのか、立花を怖がっているのかよく分かると思う。選挙も、あの、僕、選挙の演説なんですけど、ほとんど選挙の話しませんから、あの、投票してくれとか、あの、選挙行きましょうとか、あんまり言いませんから。ちょっと幅で聞ける漫談ぐらいだと思うんで、皆さんが儲かるような話をできるだけしたいと思いますので、どっかで会ったことある、ぜひ今ね、聞いていってもらえればと思いますが、まあ、YouTube でね、お金を稼がしてもらってたんですけど、最近 YouTube の広告なのかなと思いまして、まあまあ、それはそれでいいかな、中で儲けなきゃいけないから、今ね、選挙ビジネスやってます、選挙ビジネスね。皆さんもね、これビジネスですから儲かりますよ。明日若い女の子を探してます。あの、法律上25歳以上からしか移行できないので、25歳ぐらいから35歳ぐらいまでの女性が、移行していただければですね、これ本当に美味しいです。世の中の男性は若い女性が好きなんです。だから立候補するとね、本当に結構簡単に当選します。だから若い女の子、俺おっさんやぞとかいう人も別に諦めないでください。それにいっぱいキャバクラがありますから、キャバクラに行ってスカウトしてきてください。これね、女の子をキャバクラでスカウトして政治家にするっていうのは小沢一郎さんが一番最初にやりだしてます。でキャバクラの女の子ってやっぱり綺麗だし、話が上手だし、人前に出ることはあんまり嫌がらないので、やっぱり当選しやすい人をこれね、市議会議員とか区議会議員に持っていくっていうのが一番いい。あのね、さすがに国会議員にちょっとあのお勉強できない人を持っていくと、ほら国全体が滅びますけども、市議会議員とか国議会議員って何をしてるかっていうと、日頃ねほとんど仕事なんかしてません。ほとんどね、市議会議員国議会議員どんな仕事してるかって知ってる人いますっていうか、誰でもできるんですよ。公園にベンチを何個作るとかね、どこの市会議員、あのゴミ袋の有料化、まあ、23社は無料なんですけど、ゴミ袋1枚いくらで販売するとかね、まあ、販売というか料金出してもらうとか、まあ、幼稚園の公園にどうするとか、そういうのも自分で考えなくていいんですよ。賛成か反対かしてればいいだけなんです、市議会議員さん。でも誰でもできる仕事、むしろなんか偉そうにしてるおじさんたちよりも、あの20代の女性、35歳ぐらいまでのね、お子様を抱えた女性がやる方がよっぽど向いてます。市の仕事って、あの公園のことだったりとか、子供のね、育児、子育て、そういうこと、幼稚園とか小学校のこととかね、予防接種とか、いろんな、まあ、あのあれがありますから、子育て中の人が一番市役の政治関心というか影響がある、あのつながりがあるんです。で、そうですね。今どのくらいいらっしゃるんですか。なぜこういうね、キャバクラのメーカーを探してみましょうとか、頑張りましょうね。と、まもなくね、はい、まあ、まもなくというか、まあ、参議院選挙が終わったけど、衆議院選挙があるんですけど、まあ、これ見てる人あれなんで、この衆議院選挙、あとで、まあ、この国のね、国会議員を決めていく選挙なんですけど、はい、どんなに遅くてもあと2年以内になります。で、衆議院というのは解散って総理大臣が言うと、ね、すぐに翌月に行われるようなことなんで、まあ、いつ解散するか分からない。もうね、前回の解散から2年経ってますので、でもこれは、ね、大体の2年ペースで解散してきてますので、そろそろ解散してもおかしくない時期に来ています。でもこの間ね、80代の YouTuber の人も笑って出てました、ね、負けてます皆さん自分は関係ないと
思ってる方大勢いると思うんですけども、これ衆議院選挙とか参議院選挙に皆さん関心がないから消費税 10% に上がってしまった。多くの人が投票に行かず消費税上げるとかって言ってる人に入れちゃうから、自民党も公明党も立憲民主党も国民民主党も消費税上げるって賛成してる。そういうところにたくさん票が入ったから、まあ、今回消費税が上がったって言ってたんですけど、でじゃあそんなの自民党も公明党も立憲民主党も国民民主党も消費税アップに賛成してたらどこに入れたらいいの。いや共産党がちょっとやっぱり嫌だよ。それはまあ共産党が嫌だってよくわかります。共産党はね、あの民主主義を崩壊させようとか資本主義反対ですから、そうするとどこもないから皆さん選挙に行ってない。で NHK から国民を守る党っていうのは、まあ、もちろん